様が大嫌いなやつでしょこれ。指定校推薦などをなくせ。この単元を習ってる人はここの大門を解きましょう、この単元を習ってる人はこの大門を解きましょう。単元ごとに分けなきゃいけないってなったら横断しちゃいけないわけですね。こういった横断した問題を作れないわけ。では始めました。モテチャンネルです。今回はですね、そうです。文科省がですね、高校入試での出題範囲の配慮を求めたっていう、ニュースが出てました。まあ今ね、本当はもうこの動画撮ったんですけど、そう今日出そうと思って急いでたから、停止ボタンを押さないで SD カード取ったらデータがちゃんとね、保存されずに今撮り直してます。めっちゃショック。もうほんのちょっとしかないのに動画出すまで時間が全然ない。なのに、はい。まあ、とりあえずね、もう一回喋ろうと思います。で、だから、ま、これが大学入試にもね、同じことが言えるのかっていうのを、ちょっと考えたいと思いますね。まあ、その、いわゆる、配慮するったって一体どうすんだっていうのと、それの対策、ね、こういう配慮っていうのはこういう対策です。で、この対策の、まあ、利点だったり、ちょっと問題点だったりとか、そういうのを考えたいかなと思いますね。でまずそう現在はどうも 86% ぐらいの学校が休校状態というふうになっています。でさらに学校によってはこうリモートでやってるところもあれば、ね、ただただ課題を出すだけとかっていうふうになってるところもあるということです。まあ大学自体も実際バラバラです。今リモート授業でやってる大学もあればダメです。やっぱプライバシーあるんで学生たちには絶対こう授業を配信しないでください、課題だけにしてくださいってやってるところもあったりとか、なんとか集中講義、まあ、集中講義って夏期講習とかああいうのみたいに講習会で一気にやりましょうとか、教室の空きとかあるんだったら前期の授業も後期にやりましょうとか、もう夏休み全部なくしましょう、冬休み全部なくしましょうとかっていう感じでいろいろと動いてます。まあ自分もそれに今巻き込まれてるとか、そういう状況で一体どれを選択したらいいか分かんないと。そもそも5月で休校が解かれるのかも分かんないから、その判断すらできないっていうちょっと大変な状況なんですが、でまあそういった中でちょっとね、入試配慮してくださいと、ね、当然未履修の部分が出てしまうと、このまま何も変わらず、入試が1月とか2月に行われた場合に、ね、勉強してない部分っていうのがいっぱい出てきちゃうからっていう状況なんですね。でその対策として一体どうするかっていうので上がっている、まず1個目に言ってたのが面接や作文でそこをカバーするってやつですね。もうこんなもうあの学歴中の皆様が大嫌いなやつでしょこれ、ね、指定校推薦などをなくせ AO なんて良くないみたいなのがもうツイッター上でも YouTube 上でもさ、もうブー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 ね、言ってるじゃないですか、ね、もう不満ブーブーで、それを受けてるね、もう大学側はパンクブーブーみたいなね、そういう状況なわけじゃないですか。でこれをまあ高校入試で言えんのか、導入したら当然文句がいっぱい出てきますよね。そもそも面接や作文でそれが分かるんですか、学力の変わりを測るっていうか、どういうことですか。面接してポテンシャルある、うん、この人記憶力ある人だとか、この人覚えられる子だ、この人計算できる子だとかって面接で分かるんですかね、作文で分かるんですかね、まあ、論理力とかですか、書く力で、うん、大丈夫だこの子は履修漏れがあっても大丈夫みたいな、そんな風に分かるとは思えないんですけど、ね、だからちょっと大学入試にそれを入れるとなると、まあ、難しい面もあるんじゃないかなっていうのが正直な印象です、まあ、実際どうなるのかは分かんないですけども。でこれは問題を作る側とか出題する側も大変ですよね。当然面接っていうのはまず公平性保つのめちゃめちゃ大変ですからね。そもそもこのね、その面接官との相性だったりとか結構大変なことになると思うんですけどね。そして多くの人裁けないじゃないですか、面接だとね。だこれを一般入試で入れるとかなり大変なんじゃないのとも思いますよね。まあ見た目とかさ、態度とかさ、そういう、まあ、まあそれを重視する学校だったりですけど、そういうのもね関わっちゃうんだよね。じゃ完全に代わりになるかって言ったらね、そうあの口下手のね子でも試験めっちゃ得意とかっていう子がいるしね。平等性を全部考えてたらもうどんな入試も成り立たないのでそこまで言えないですけど、代わりにその一般入試の学力テストの代わりになるかっていう面で考えるとちょっと厳しいかなってね。作文もね、大学入試だったら小論文にするっていう感じですかね。で面接の方はその面接の点数っていうのを客観視するのが学力試験より圧倒的に難しいですね。で作文も同じように客観視するのは難しいし、プラスでやっぱ採点に
時間がかかるよね、作文だったらね。全員が作文になっちゃったとしたら、まあ絶対ありえないと思うんですけど、その分採点するのが非常に大変ですからね。まあその辺のね、問題があるんじゃないか。で、次の対策というか、取られる手段っていうのが範囲の選択にするっていうものです。で、範囲の選択にするってどういうことって言ったら、この単元を習ってる人はここの大問解きましょう、この単元を習ってる人はこの大問を解きましょうっていう、そういう感じにするってやつですね。まあこれはまあ理にかなってるといえば理にかなってますよね。で、まあ大学入試だったら、科学だったらこの単元やった人ね、勇気と向きを選択できるみたいなね、そういう感じだと思うんですよね。まあこれ自体はね、センター試験でも教科の選択があったりとか、まあ語学でもね、いろんな言語選択できたりとかね、地歴公民でもそういうのがあったりしますし、で大問選択するやつとかね、数学とかでもこの大問を選べるやつとかあったりしますしね。まあ確かにそれはわかるかなっていう感じなんですが、ただ問題もありますよね。当然ね、単元ごとに分けなきゃいけないってなったら横断しちゃいけないわけですね。そういった横断した問題を作れないわけですよね。共通テストなんてまさにどうなっちゃうのっていう感じなんですけど、まあ世界史や日本史なんて、まあ多少ありますけど、古代とか近代とかね、そういった出題だけじゃなくて、字の文みたいな、なんか文があって、その中でいろんな事項が問われて、で時代を横断する、場所を横断する問題っていっぱい出てくるわけじゃないですか。だからこういう出題が出せなくなっちゃうってなると、だいぶ問題かなとは思いますね。大変になっちゃいますよね。出題者そういうとこまで意識しなきゃいけなくなっちゃうと、まあそれがたとえできたとしても、出題者もめんどくさいですよね。増やさなきゃいけないわけですからね、大問ね。今まで大問3で出題したのを5とか6とかにしなきゃいけなくなったりしたら、それ手間ですよね。それで大問ごとでね、平均が全然違うとかってボーンって出ちゃったりとかしたら、やばーってなりますよね。ね、この学校の人たちはこの単元習ってた、でこの単元のやつだったら簡単にすげえ点が取れちゃってたけど、この学校の人たちはここの単元習ってなかった、だからしょうがないからこっちを解いたけど、こっちの平均は低かったとかになっちゃったら、ちょっとね、厄介は厄介ですよね。まあ、ここまで細かく言えるのかどうかわかんないですけど、で、なんといっても英語とかさ、現代文とかこういうのできないよね、そもそもね。そんなのありなのって感じで、未就の範囲とか言われてもっていう感じだよね。だって長文ってその単元だけを元にとかって作られてるわけじゃないじゃないですか。まあ高校入試だったらね、オリジナル文が多いですから、元々の英文があるわけじゃなくて、その単元に合わせたものを作ったりは多少はできるとは思うんですよ。ただ大学入試だったらそのままの素材がボンと出てきて、ね、その長文読みてて、ああここ仮定法ありますね、ダメとかね、そんな風にして長文選ぶわけにいかないじゃないですか。ああ仮定法習ってる子たちはこの英文だけど、で関係詞までの子たちはここのこっちの英文で選択にしましょうとか、意味わかんないですか。仮定法しかないとか順動詞しかないとかって無理なわけじゃないですか。当然文型や時制とかって全部の文に関わってきてるわけだし、長文を単元ごとに分けるなんてことは不可能なわけですよ。じゃあ文法問題だったりとかっていうのもそうもいかないじゃないですか。文法問題で不定式の単元、仮定法の単元って言って出題するわけにはいかないじゃないですか。当然ごちゃ混ぜで出てくるわけで、それだけのための大問とかなんかもうね、ネタバレしてる状況でやるみたいなね、そんなん考えられないわけですよ。だからちょっと英語で選択問題を作るってどうやんだっていう感じになっちゃうね、大学入試だとね。学部ごとにだったらあるわけじゃないですか。大阪大学だったらこの学部の人たちはこの大問解いてください、この学部の人たちはこの大問解いてくださいとか、そういうのはね、まああるんです。そう、単元でそれを分けるとかっていうのはね、まあ現実的ではないって感じだと思いますね。どうなんですか。まあだから理系の皆さんはどう思うんですか。理系だったらそれは可能なんですかね。数学とか科学とか物理とか生物とかだったら、ああ全然その選択制にして問題ないよっていうふうに言えるんでしょうか。まあコメント欄とかでね、教えてもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっと英語では大学入試にそういった配慮をするっていうのはあまり見えないと。まあ多少しょうがないと思うんですよね。まあ自分もだから未履修がすごい多い状態で大学受験はしたんで、その学校の高校、まあ倫理受験してますけど、倫理なんてもうボコボコ穴だらけです。ほとんど何の授業だったかよくわかんない感じで、それこそ体験授業とかアクティブラーニングに近かったのかな。自分たちが調べるみたいなのがかなり多い授業だったけど、とことん全部自分で勉強して、ね、入試では対応できるようになったし、世界史もだいぶ穴だらけだったし、英語の文法も終わってなかったしね、仮定法現在とか習ってなかったし、そういった状況の中で入試に臨むことになってましたからね。本当予備校行って、こんなに穴だらけだったんだってことに驚いたわけですけど、
まあもうね、本当に大学入試のこの配慮っていうのがどういうふうになるのかはちょっと分かんないです。実際ね、その大学自体もやってない状況で、入試問題作った後にね、配慮してくださいとかって言われちゃったらね、とんでもないことになりますよね。だって大学入試で数ヶ月前に作るわけじゃないですから、長い時間をかけてね、完成させるものなので、ね、作った後に、いやー、やっぱり休校すごい長くなっちゃって、ミリ州のとこばっかだからここ削ってくださいとかってね、各大学に指令が出ちゃったりとかしたら大変なことになりますよね。ここまで問題作ったのにどうすんだみたいなね。はい、ということで入試に対する配慮、そして配慮とは一体何なのか、具体的に、そしてその配慮の対策はね、可能なのか、その場合にどういったことが起こっちゃうのかっていうのについてちょっと話してみました。皆様の学校は今どういう状況ですかね。やっぱ課題とかですかね、リモートはやっぱできてないってとこが結構多いって聞いたんで、まあ、自分自身も今からねまた考えないといけないので、本当にリモートでやるんだったらどうやってやるのかとかね、やり方とかをねちょっといろいろと考えなきゃいけない状況で、まあ大変ですね。今年度のね受験生は本当大変だと思います。なんとかねサポートできるようにはね、受験情報とか発信できるようには頑張っていきたいとは思いますが、まあ、僕ら予備高校生自体どうなっちゃうんだっていう状況ですので、まあ一緒にこの苦難をね乗り越えていければいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。